どうも、キングジョージ2人です。キングジョージーはい、ということで本日なんですけども、キングジョージにも脱毛案件やってまいりました。キングの友達のお母さんが脱毛サロン始めまして、メンズ脱毛ナックス鶴弓店でございます。皆さん、後ほど店紹介とかどういうもんかっていうのも紹介させていただきますので、どうぞご覧ください。この動画見たら特典とかもあるんですよね。はい、だからスキップせずにみんな見てね。ということで本日の企画、メンズ脱毛行ったら友達のおかんがいていたずらされたドッキリ、よいしょ。今回はですね、タクちゃんにドッキリ仕掛けようと思いまして、共通点の友達のお母さんからにいたずらしてもらうみたいな感じなんですけど、まだオープンしてなくて、今回俺とタクちゃんでプライベートであのモデルとしてちょっとお手伝いしに来るっていう体で来るんですけども、途中で僕抜け出してジョージコングでやろうかなって思っております。いろいろ僕たちたくさん小道具準備しましたんで、それを使って早速本日もやっていきましょう。Let's get started! 早速店の紹介させていただきたいと思います。 Let's go! Let's go! Let's go! いらっしゃいませ。お邪魔します。お邪魔します。このメンズ脱毛ナックスさんのオーナーさんでございます。お願いします。藤本です。よろしくお願いします。で、ここは新店舗ですか？新店舗です。人気ナンバーワンのメンズ脱毛サロンナックスの、はい、大阪店という形で、新規オープンでございます。これは初めての人は電話予約ですか？ネットのウェブ予約もできますし、もちろん電話でも予約できますので、はい、脱毛じゃなくてホワイトニングも両方できます。いい、はい、両方できるという。そんな脱毛サロンもう全然ないですよね。ありがとうございます。でホワイトニングだけもできるんですか？できます。いい。ちなみにこの動画見たら視聴者さんで、はい、特典とかあるんですか？もちろんございます。おなんと特別に、はい、このキングジョージさんの YouTube をご覧いただいた方にはこちらの1000円オフのチケットをプレゼントしたいと思います。みんな黒できちゃうぜ、はい、俺やったら絶対行く。あ、行くな。だからもあの視聴者の方々はここのサロンに来るときはキングジョージの動画を見ましたって言っていただけたら1000円オフになるということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。待って、いやいや、ちょっと待って、我慢、結構痛い、マジで痛い。
ゃうの、男の子。よし。痛いって。いや、大丈夫、大丈夫。ちょっと待って。ああ、つるつる。さっきも綺麗になるから。大丈夫。じゃあ、うん、マジで痛いんだ。じゃあ、右も行こうか。いやいや、ほんまに痛い。確かにツルツルになってきて、これが脱毛？そう、ちょっといい？はい、ちょっとやるよ。予想外やね、うん、いったどう？これ、最後これね、しなきゃいけないよ、絶対。いったちょっと待って、じゃない、いったちょっと待って、マジで痛い。どう？右でね、全然違う感じじゃないでしょ。いや、まあ確かに、めっちゃツルツルな気がする、うん、めっちゃ痛い脱毛、マジで。じゃあちょっともう目外して見てみますか。はい、まぶしい。ゆっくりゆっくりゆっくりね。はい、まぶしい。まぶしい。何？はい、ゆっくり開けますください。お疲れ様でした。どう？ね、ちょっとね、にしても痛い。赤くなる、うん、ポカポカしてる。めっちゃ赤くなってる。え、終わり、うん、まだ握り合ってないで。ああ、全然変わってないな。全然変わってないな。昔から変わってないし。今日、今頃、毛を抜いていきます。抜く？脱毛って抜く？脱毛って抜くんよ。そうなん？違うね。全然思ってたんちゃうねんけど。いくよ。はい、ちょっと待って、うん、すいません。でもこれが脱毛って感じ。じゃあもう一回光を当てるからね。ちょっと力抜いてて、眉間のシワが。いった！あかん！耳詰まりになるぞこれ。待って、こんな痛いの？結構こういうんよね、ちょっと毛が。いや、見ちゃう。いや、マジで痛いのこれ。マジか、ちょっと眉間のシワが。さっきから眉間のシワが。いや、まあ、マジで痛い。じゃあもう一回だけ、もう最後いくよ、もう一回。はい、いたー、あかーんって。ほんま、ちょっと待って。ちょっと冷やしとこうか。はい、冷たいので冷やすね。はい、もう一回最後いくよ。力抜いて。じゃあ行きます。はい。痛い。もうこれさ、やってんな。俺顔ある今。顔。多分今顔面ないけど左あんの。ガチで爆発起きたし、多分今俺の方向で。次とも後ろ。うん、でこれ顔これでいい。あ。マジで、待ったんだよ。今日は特別ね、たくむせ痛かったし、今日は特別。おい、どこ触ってる？ちょっと待って、そこダメ、そこダメ。ここの中でも随分見えない間にかっこよくなったよね。めっちゃ揉むじゃないですか。そう、特別、今日は特別だよ。特別？たくんかっこよくなったね。何それ特別やねんやから、今日はちょっと息苦しい。何してんねん。何してんの？ VRO の練習。あー、なるほど。最初あるマリさん、ほんまにほんまに足開いてくれる？やりすぎじゃないですか。あーははは、あーははは。何してんすか、マジ。今日はたくん、めっちゃでもこんなん脱毛関係ないやん、すごい、うん、でもまあおもろいけど。じゃあたくん、仰向けになろうか。あ、上、うん、オッケー。一回仰向け。はい、はい、最後はどこをやるの？最後は顔。あ、顔か、うん、顔別。あ、
ないで。え、どうしたの。今マスク外しちゃダメだよ。たくま勝手に外さ、外しちゃダメです。ちょっと何してるんですか。うん、何もしない。ちょっと待って、完全絶対ダメですよ、それは。ちょっと待って、気持ち悪い。気のせいか。気持ち悪かった。いや、全然。うん、ダメって、勝手に外したら。え、何、なんかあった。なんかめっちゃ、なんか開けました、唇に。もう一回。ほんまに絶対ダメっすって、そんなんしたら。まあ、たくまやし。だからほんま、レンにこん、あかんって、ほんまに。ちょっと待ってね。はい。はい。気持ち悪くないですか？はい。気持ち悪くないですか？うん、大丈夫？マジで、そうって絶対あかん。ちょっと待てや。待てて。ということで、ちょっと待って。待て。おもろい。ガチ焦った。ちょっと待って。ガチ焦った。ちょっと待って、舐めた、これもしかして。舐めた、ニンニクの匂い絶対するやろ。めっちゃする。歯磨くも忘れた今日はさ。どついてる。ちょっと待って。よかった。でもいや、シンプルに逆に言うとよかった。ちょっと待って、これ友達のおかんにこれされてるって思っただけでマジで最後焦った。これマジで脱毛やと思うけど、マジで初手に、あ、マジバーンやられて、マジで手首折れた。アルバット、アルバット。あ、そんなだもん。え、そんな、ずっとずっと。え、じゃあ、え、中たまにとかはないよ。ないよ、ないよ。今回のまともにやってたんパウロ遅くない。うん、はい、ということで、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、概要欄にまた貼ってますので、ぜひぜひ皆さんご覧いただいて。特典あるんで。え、特典あるん。ああ、1000円オフ。俺らのサインかなんか、ちょっと1個ずつぐらいおかん。そうやね、なんかキングジョージが1個ずつおこんじゃ。それふんじゃ。え、いいよ、それ取りに来てもらったよって。なんか写真か、サインかなんか置いときます。ぜひご来店くださいということで、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ行っていきますね。お願いします。はい、よろしくお願いします。ダスも初めてですか。初めてです。初めてですか。初めて。よいしょ。お願いします。はい、何が。はい、もう広いな。そしたらね、はい、あのまず消毒こっちからしていきますからね。いいですか。はい、はい。もうほんまにちゃんとジョージ痛かった。痛いって言ってな。ジェルを塗っていきますんで、はい、結構ひんやりしますからね。はい、いいですか。じゃあこれがジェルです。おー、はい、こっちから塗っていきますよ。じゃあやっていきますね。はい、いいですか。はい、お願いします。じゃあここから当てていきます。一回やってます。どう。全然痛くないです。大丈夫。ほんまに。じゃあこれほんまに、はい、もう一回やるよ。はい、え、大げさかもしれないけど、マジで痛くない。大丈夫。はい、え、すごいっすね。はい、じゃあやっていきますね。お願いします。はい、はい、これで第1段階。え、もう終わりですか。終わりですか。なるほど。じゃあ、抜いていきますね。はい、ほんまに一緒です。ほんまに一緒でしたね。うん、これ基本的に1回の脱毛でかかる時間ってどれぐらいなんですか。だいたい15分から。あ、そんな早いんですか。結構気軽に来れますね。うん、本当にね、
簡単じゃあタオルをかけていきますね。はい、これ一応ね熱かなり当ててるんで冷却してね冷やしてやらんとあかんんですよね。よし、あ気持ちいい。で、これで一応硬いと終わり。早っ、うん、ね、光も実はね、2種類あって、はい、この SHR っていうのと、はい、IPL っていう光が実は2種類、はいはいはい、種類あるんですよ、はい、で、このヒゲとか濃い部分だと、はい、どちらかというとこのね、IPL っていう方を使うんですね、はい、で、体の場合はこちらのね、SHR っていう光を使って、この脱毛をやるところのその方式っていうかね、あの IPL っていうのが毛根の先っちょをダメージ与えていくようなやり方なんですけど、はいはいはい、SHR っていう方はその、ね、毛が生えてる周りのマルジ領域っていうところに要はそこであの毛に栄養を与えてるんですけど、はい、その栄養を与えてるのを、まあ、分かりやすく言うとやめさせていくような、うーん、そういったことで、まあ、毛をできるだけその生やさないような栄養を与えずに毛を生やさないようにするっていうふうなことを進めていくのが SHR。続いてはホワイトニングでーす。じゃあまず歯磨きをしてもらわなあかんから、そうなんです、一番最初にまずはこの歯ブラシでビフォーこっちに来てください。うわ、ちょ、ほんまに黄色い。まずね、この自分の歯の色がね、こう実際こう見てみてどの色が一番近いかっていうのを最初はこれで入れるんで、あーしてください。よし、こっちから入れてちょっとね、表面の自分でこう歯をきれいに磨いてください。白いたっぷり塗ってください。おお、すげえ。一重一重に。うん、あの歯が白くなってほしいところの歯にそれを塗ります。それはね、ナノ酸化チタンっていう歯の表面の汚れを落とす薬液になってるんで。はい、それじゃあ機械やっていきますんでね。すごい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 。すごい。じゃあいいですか？はい。うわ。はい、じゃあ今から4分間。え？機械を当てていきます。インスタで見たことあるやつやな。ゴーグルをかけて、はい、オープン。おお、確かにちょっと白なってるな。え、こんな感じなんで、こんな白なるもんなんですか。下で触った時の感じがちょっとツルツルになると思う。うん、おっ、ちゃう。全然ちゃうわ。ほんまに、うん、ありがとうございます、うん。ということです。ホワイトニングもあるんで、みんな来てね。